非常に大きなミスはありませんので、そういうところは非常に優秀だと思いますね。はい。そして今年はですね、日本を含む5カ国の選手が集まっているんですが、その中にはロシアのあのホルキナ選手、段違い平行棒の金メダリスト、ちょうど映っておりますがこの選手ですね。そしてルーマニアのエース3本柱の1人と言われておりますが、個人総合で第2位銀メダルに輝いたゴジャン選手、こういった選手が今年も花を添えております。一方、里村さん、はい、男子の方も先ほど紹介しました塚原選手がですね、今日ゆか運動でまず優勝と、はい、そうですね、今日のゆか運動、昨日に続いて本当にいい演技、着地も決めていい演技やってくれたんで、はい、それがまあこう結果につながったと思います。そうですね、植木さん、はい、そのあたり塚原選手に聞いてみたんですが、やはり昨日の個人総合の時に着地のミスが多かったんで、今日は着地だけのことしか考えずにやってると、それがいい結果に出てる、調子はいいですと、そんなことを言っていました。わかりました。今日はリポーターとして小田島拓夫アナウンサーがちょうどフロアにおりまして、いろいろと選手の情報を伝えてくれることになっております。まもなく女子のゆかが始まろうとしておりますが、まあ、塚原選手といいますと、里村さん、はい、あの塚原光雄さん、そして、まあ、の全日本で初めてのチャンピオンになった、これも19歳4ヶ月という史上最年少ということで、そうですね、一試合ごとに本当に強くなってくるなというのを感じますね。さあ、それでは女子のゆかの方に移りたいと思います。日本のオリンピック代表です、地元の橋口美穂、日体大の1年生になりました。その円熟の演技をご覧いただきたいと思います。曲はフレッド・アステアのナンバーより結婚競争曲です。まず最初のムーンサルト、今のひねりなんかどうですか？そうですね、昨日非常にラインオーバーという、もう 0.2 という思いがけない減点もらいましたので、はい、今のはなかなか良かったですね。何かちょっと演技に余裕を感じるようになりましたね、彼女も見てますと。そうですね、かなり演技自体あるいは 何かを訴えようという表現力とか、そういうところまでの余裕が出てきましたね。何かこう手拍子を快感に感じているような、そんな表情にも見て取れます、橋口美穂です。オリンピックの時と演技内容は変わっておりません。この後3回ひねりありますかね。おそらく種目別選手権ですので、やってくると思います、はい、どうでしょうか。ちょっとひねりませんでしたが、はい、昨日の方がちょっと良かったかな、やっぱりちょっとひねり不足が見られましたね、はい、今年はインカレで優勝、全日本では3位だったんですが、もう日本のエースの一人として十分にその名を知らしめています、この橋口美穂。さあ、最後のシリーズです。電柱1回ひねり、大きな拍手が送られます。名古屋市総合体育館レインボーホールですが、笹原さん、今の演技いかがですか？はい、そうですね、大きな失敗なく、まあ、無駄にこなしたかなっていう感じですね、うん、ただやはり、まあ、競技2日目、あとは年内最後の試合ということで、少し疲れがあるのかなという感じが見受けられるような演技でしたね。おっと、3回ひねりのところだったんですが、でもやはりその無難にこなすってことはなかなかこうできそうでできないことですよね。そうですね、あらゆるどういう時でも自分の演技構成が、まあ、でき安心してできるっていう点では、まあ、彼女が一番安定感はあると思いますけど、来年以降、まあ、新ルールになってより高度な技を、まあ、要求されてくるという時点では、このままではやっぱりちょっと構成にも問題がありますので、もうちょっと、はい、進んだ練習をしていかなきゃいけないなっていうところでしょうか。わかりました。その新ルールの話なども後ほど順を追って説明していきたいと思っておりますが、橋口の父は今得点を待っているところです。まあ、日体大の学生になりまして、名古屋から練習場が東京に移りました。もうとにかく佐々さん、はい、自分で何でもやっていかなきゃいけないんだと、まあ、そういったところで随分自覚も感じるようになったって話はしてましたね。そうですね、まあ、本来選手は自分のことは全て自分でやらなければいけないはずなんですけれどもね。さあ、そして中国の福井燕燕選手の演技が始まりました。145センチ35キロ、初来日です。
今回はちょっと中国選手元気がないですね。昨日今日とちょっと大きい失敗が続いてます。今回は中国のエースバク・ケイラン選手、モー・フィラン選手は来てないんですが、このケイ・エンエン選手、それからもう一人、マオ・エンリン選手、このケイ選手はしかし今年のプエルトリコで行われた世界選手権種目別選手権のゆかで優勝しています。中国のクイ・エンエン選手の演技をご覧いただきました。ちょっと苦笑いを浮かべておりますが、いかがですか。そうですね、この選手ももう一人の中国の選手も今年のアトランタオリンピックの団体の4位の選手の中心的存在でしたので、本来こんな力ではないと思うんですけれども、やはりこういうオリンピックの上位国の選手でもシーズンがちょっと外れるとちょっと調子が悪いと失敗が増えるということで、やっぱり日本の選手にもチャンスはいくらでもありますのでね、やはりどの大会でも失敗をしないっていうことが選手の最低条件だと思いますね。先ほどもご紹介しました通り、今年の種目別の世界選手権でこのゆかで優勝を飾っているケイ・エンエン選手なんですが、ちょっとやっぱり体がこう重いかなって感じはありましたよね。今回そうですね、本来中国の選手は非常に柔軟性に優れていて、ゴムマリのようにゆか平均台のジャンプというのは非常に素晴らしい線を出すというので有名なんですけれども、はい、ちょっとそういう影が今回は薄いなという感じがします。現在得点を待っているところですが、今回のアトランタではルーマニア6人の選手で戦いましたので、どちらかといえば非常に団体戦は苦しい戦いだったのかもしれませんね。一人怪我しちゃったんですよね、はい、ジュニアの頃から注目されてた選手なんですけど、なかなか、はい、今日のこのゴジャンとそれからツグルラン共にオリンピックには出場しております。ゴジャンも4年連続のこの中日カップ出場です。曲はジタンダンス、もうすっかり有名になりました。ムンサルト、テンポ宙返りからムンサルトですね、はい、着地も高くてもう着地まで決まってます。ゆかは世界選手権のサバエで金メダルを取っています。手拍子が起こります。外国のジャンプなんですけども2回ひねってますので、はい、非常に難しい D 難度の技です。2回ターン、伸身前宙の1回転、そしてもう1回転中、またムーンサルト、ムーンサルトを2回入れてきました。まさに円熟の演技という感じがいたします。ジナ・ゴジャン、まあ、表情を見るかが限りでは、まあ、いい出来だったのかどうなのかわからないぐらい非常に彼女特に演技中もポーカーフェイスで感情がよくわからないんですけど、そうなんですね、特にもう1本目最後とこのムーンサルトで決めてますので、技の難度的にはもう十分なんですね、はい、やはり世界は強いんだなという感じがしますね。後方2回宙返り1回ひねり、いわゆるムーンサルトをこの床運動の中に2回使ってきます。このゴジャン、もう19歳になりまして、笹原さん、はい、まあ3人のエースがいるとルーマニアは言われてますけれども、はい、その一角ミロソビッチが引退なんですよ ね。 そうですね、引退してしまったの事実上は、まあエースになるんでしょうけど、年齢的には今回来日の予定だったアマナール選手のがまあエース
っていうところでしょうね。ですけど、まあ、ルーマニアのためにもう1年世界選手権もありますし、はい、多分頑張るんじゃないかと思いますけどね。アゴジャン出ました 9.850、 当然これはトップということになります。アゴジャン選手の得点9.8。とにかく一番上になった、自分が引っ張っていかなければいけないという責任感を感じながら、まあ、新ルールの対応もあるし年齢もあるし、まあ、どうやって戦っていこうか、ローザンヌの世界選手権を睨んでこれからやっていきますという話をしてますけれどもね。さあこちらはロシアのコロシェルバです。ロシア選手権で5位。この大会の前にあまり成績が良くなかったんでオリンピックには出られなかったと悔しがっていました。非常にこの1節目のタンブリングは見ものですね。ここです。非常に、はい、今のは後方踏み切りで2分の1ひねり前方の2回宙返りですね、はい、後ろはよく見るんですけど前の2回宙返りというのは非常に珍しいですね。最近女子選手も増えてきましたけど、はい、しかも今日は後転跳び手をつくはずがついてない転覆宙返りからだったと思うんですけど、なるほど、後転跳びではなくて宙返りだったわけですね、はい、非常にオリジナリティもあります。ここから非常に曲の流れが変わりますので、非常にこう見る人を引きつけるような曲、そして動きになってきますね。まだ日本ではあまり知られてないんですけれども、これかなりの選手ですね。そうみたいですね、私も初めて見る顔なんですけれども、やってる内容から言えば非常にもう国際のトップクラスの選手でもおかしくないと思いますね。16歳です。おっと3回ひねり、やっぱりひねり切るというとやっぱり3回ひねりは綺麗ですよね、はい、今のはひねった後ちょっと余裕がありましたね。そうですね、先ほどの橋口選手のあの3回ひねりと比べてもらうと分かると思うんですが、天保、ね、はい、宙返りですね、はい、宙返りがだから続いたわけですね。続いたわけなんですね、しかも2本目はもう E 難度の技ですから、はい、すごいですね。輝込みの2回宙返りが続きました。まあ、前方宙返りと言いますと、コドコパエバ選手ですか。そうですね、2回宙返り、はい、半ひねりというものすごい技があるわけですが、はい、もうこれから女子でも、もうどんどん増えてくる技だと思いますね、はい、点数を待ちますが、これはかなりの高得点。これ当然構成的には10点ありますか。ちょっとそういう目では見てませんでした。そうですか。おそらくまああると思うんですけど、はい、9.850 です、はい、ということはボジャン選手と並びました。さあ菅原選手なんですが、菅原選手はオリンピック終わってまた構成変えてきましたね、はい、そうですね、平均台にしろ、はい、まあ、やっぱりこのままでは自分がなんか物足りないっていう感じで非常に意欲的にやってますね。まずこのシリーズが変わりました、はい、成功ですね、はい、でまたこの菅原選手の床のいいところっていうのは、今まで技と、まあ、動きと、まあ、淡々とやってくる選手が多い中、非常にこの演技自身を楽しめるような表情でやるっていうところですか、見ていても楽しくなるっていうようなところが非常に彼女の良さだと思いますね。今回は楽しむことをテーマにしたいと話していた菅原、最初の前方伸身宙返り2回ひねり即前宙という一番問題だった部分がきちっと決まりました。そうですね、はい、でまた本人にどうして、ね、床なんていうのは結構きつい種目なんですね、はあ、はあって、はい、体力的にも、それで聞いてみましたら、自分では笑ってるつもりはないんだっていうんですね、でも自然に出てくるっていう、ね、そういうところがやっぱり危険性なんだなっていう印象がありますね、はい。日本では唯一個人総合選手権に出場して29位という成績を残しているこの菅原梨沙選手、髪の毛を全日本の前に切りました。イメージチェンジしての今日の演技、最後のシリーズも決まった。良かったですね。そうですね、まあまあ高さも宙返りはありましたし、演技も非常に明るく
表現力も非常に豊かな選手ですからね、そういう点ではこのゆかは一番国際的にも評価されて点数も出やすい種目ですね。ただやっぱり新ルールになるとなると 1.0 加点で取らなければ10点満点の構成にならないっていう点ではやっぱりちょっとこのままではいけないんですね、はいはい。これ説明しました、今までは加点要素っていうのは10点の中の 0.6、はい、女子は、はい、0.6、それが 1.0 になるわけですね。 1.0 になるんです、はい、その 0.4 広がった上に、はい、今まで技は難しい技でもD 難度 E 難度でも2回までは技を取ってくれたんですけど、1回しか取ってくれないんですね。それでいて余分な D E の技、そして難しい技のこの連続をしなきゃいけないシリーズですね、はい、それで 1.0 加点をしなさいということは非常に厳しいんですね。そして今までの演技の中で難度が下がるものも出てくるわけですよね。あります、はい。さあそれでは男子日本の若きエースになるんでしょうか、女子の跳馬をご覧いただきたいと思います。伸身のまた半ひねり、はい、これを、ロンダート入りという最近主流の技ですけれども、その入手で後半やる選手が多いんですけれども、うん、やはり今のように足から直接手に踏み切るこちらの方で入る方が非常に難しいですので、はい、非常に跳馬が強いですね。そしてコルキナ、ロンダートから1回半ですか。1回半ですね、後方伸身宙返りの1回半ひねり、まあ、本来、うん、はい、この選手非常に得意技のこの同じ入りなんですけど、着地までにさらに2分の1入って後半に2分の1ひねって、後方屈伸宙返りという、まあ、非常にひねりが多くて申し訳ないんですけど、いわゆる、まあ、クエルボ飛びをロンダートの、なるほどね、はいはい、2分の1入りからやってたんですね。今回初めて1回半ひねり見せてくれました。そして跳馬で優勝したのはこのゴジアン選手なんですが、これもホルキナ選手と同じ技です。同じですね、ただ非常に高いんですね、はいはい。まあ、ルーマニアで跳馬といいますとアマナール選手が有名なんですが、はい、ゴジャン選手の跳馬も素晴らしいものがあります。決定点は9点。それとまた今日は種目別の決勝ですので、違うグループから2超越、はい、そしてその結果が平均点になりますので、やはり1種目だけ強い選手じゃダメなんですね、はい、2つの種目を強い選手が勝つということで、やはりゴジアン選手、ね、実はゴジアン選手は先ほどのコロシチェレバ選手と同じ技をもう一本飛びまして、結局その決定点、これ2本、今日競技3という中で2本違った飛び方で平均点を出すんですが、9の中学生なんですがオープン参加、これがすごい技を持ってるんですよね、はい、そうですね、この全日本でもナショナル強化選手にもなりましたし、はい、ここからです、はい、逆手の背面車輪から大阪に、そうですね、はい、でまたこの防寒でこの銀河宙返りをやるんですよね。これはかなりのもんですよね。そうですね、やはり小柄だからという体の身体的条件もあると思いますけれども、まあ選手は普通は怖いでしょうね、下にも防寒ありますからね。今年の全日本では第4位ですね。よし、まずコーチからよしという声も上がってましたけれども、この選手は今後期待できるでしょう。そうですね、秋に結構続けて国際大会経験してきて、まあ、中でもいい順位も取りましたので、まあ、非常に意欲的になってきてくれましたので、もう来年以降楽しみですね。今の大阪手背面車輪からの銀河をご覧いただきましたけれども、まあ、すでに彼女はオーストラリアのキャンベラカップで新ルールの大会を経験しているんですが、はい、この段違い平行棒はあまり点数落ちないらしいですね。そうですね、でもやっぱり加点がの幅が増えるっていうことでは、うん、今以上に技を増やしていかないともう必然的に勝ち点が低くなってしまいますので、やっぱり課題だなってコーチは言ってましたね。 9.775 という高得点をマークしました。さあそして日本の菅原梨沙、
あの日本の選手はですね、段違い平行棒が課題だって言われてるんですけれども、はい、その中で菅原選手は何か一人こう気を吐いているような感じがするんですが、非常に姿勢はいいんですね。はい、トカチェフの高さもありますし、はい、非常にあのスイングの大きさ、そして倒立の姿勢が非常にいいですので、そういうところが、はい、ここまではあまりミスはありませんね。はい、得点 9.725、 全体のスピード、振幅の大きさというところでは少しまだ課題がありますね。前方抱え込み2回宙返り半ひねり、今日は非常に着地まで止まりましたし、高さもあってよかったと思います。なんと 9.850 という高得点が出ました。もう今とにかくしたいことは休みたい、もうそれ一言だということを言ってました菅原選手。まあ、あのちょっとふっくらしましたけれども、髪の顔もご覧のようにショートカットにしまして、イメージチェンジを図りました。でも本当にいろんな意味でまだチャレンジしてますね彼女は。そうですね、9.850 という見事な演技をご覧いただきました菅原梨沙です。上木さん、はい、本人はね、ちょっと待ってもらえますか。はい、そして世界一の段違い平行棒の演技をご覧いただきたいと思います。ホルキナ選手、解説してください。はい、ここですね、後方車輪から1回半ひねりで丸つける、はい、ここからももう1回1回半ひねりでさらに宙返りして下バイコシ、また下ルダー倒立でまた本転倒立、ここですね、ちょっと欲しかったんですけど、しかしあの体勢から、はい、攻防に移るっていうのはちょっと難しいですよね。そうですね、なかなかこうできる技ではないかと思うんですけれども、まあ、オリンピックのですね、世界一の段違い平行棒金メダルの技をご覧いただこうと思ったんですが、残念ながらご覧のようにこれはあのオリンピックと同じミスだそうですね。そうですね、非常に難しい移動技なので非常に残念でした。ということで見事に菅原梨沙選手がコロシチョバ選手とともに1位に輝いた、優勝したという段違い平行棒でした。あ、嬉しそうですね。さあ続いて今度は女子の平均台です。ウイエンエン選手、この選手は中で非常に長い連続技を持っているので注目していただきたいですね。バトビ、はい、ちょっと着地が一歩前に乱れましたけれども、非常に姿勢がいいですね。これからルール改正によってああいうジャンプを多用してくる場面が増えるっていうような話もあるんですが、そうですね、平均台はあの足を頭より上げたっていうジャンプって非常に難度が高いですね。最後は左にも入ってます。ジャンプ1回、2回、3回から後ろに戻って後転跳び、スワンスワン、もう5メートルの台を一往復してしまいましたね。そしてこの体の柔らかさ、そうですね、非常にあの動きもキビキビして、非常にあの見ていても気持ちいいですね。はい、続きまして、さあ残りはもうこの後着地ということになりますが、まだここでジャンプをさらに加えます。種目別平均台優勝、平均台の演技時間というのはこれは長くても1分半そうですね、それをこうもう本当にいっぱいに使って技の連続です。さあ最後の帯技決まりました。これが 9.900 という高得点になりました。さあもう一回見てもらいましょう。ここはまあひねりの部分ですね、はい、これでももう5メートルフルに使ってますね。後転跳びの連続から後方伸身宙返り1回ひねりですね。そしてその前にあの前後開脚ジャンプが3連続、そしてその後後ろにまた3連続シリーズがあると。さあそしてこれは日本の平均台と言いますと、やはりこの人第一人者と言っていいんでしょうか。そうですね、橋口選手、はい、本人も非常に平均台を得意にしています。ここからですね、後転跳び、後方伸身宙返り、ちょっと今日は
今失敗には見えなかったんですけれども、本人の構成では非常に心残りだと思うんですね。本来ですともう最後に宙返りが一つ入っているんですね。失礼しました。それでいて一番彼女の一番フルの演技ですね。4連続シリーズにはちょっと結びつきませんでしたが、まあ、でも平均台というのは多くの選手がまあ落下したりということで得点をやっぱり稼ぎづらい部分がありますので、そういう点ではやっぱり橋口選手が得意ですと言い切ってくれるところに非常に我々も頼もしいなと思うところがあるんですね。そうですか。本当にどの演技一つとっても非常に安定していますこの橋口です。優勝したグイ選手の、ただ彼女もこれから難度は随分考えなきゃいけないだろうってことを話してました。着地まで期待ですね、はい、やはり安定性でまとめ方は非常に立派ですね。やっぱりオリンピックを経験したっていうのは随分その選手を大きくするんでしょうね。そうですね、やっぱり大舞台でしかも演技台の上でやってきたっていうことありますからね、はい、でまたオリンピックでは彼女この平均台失敗してますので逆にそれが非常に悔しかったらしいんです、それで個人総合に出られなかったんですよね、はい、という橋口選手は 9.750 でした。さあ次男ゴジャン選手、ターンにしてもジャンプにしてもふらつきがほとんどないですね。そうですね、ルーマニアも体つき見てもらってもよく体締まってるんですね、そういうことから考えても非常に練習量の豊富さっていうのはもう想像できますので、はい、もう平均台はまあかつての名選手コマネチ選手から始まってルーマニアは最も得意とする種目ですので非常に見ていても安心感がありますね、はい、続きまして男子平行棒の成績発表並びの表彰、現在チームを引っ張っていく立場に立ったこのゴジャン選手なんですが、もう一人今日ちょっと紹介できなかったんですがツグルラン選手というオリンピックの代表選手が来ておりますけれども、このツグルラン級の選手はもう15人ぐらい今いるんだってことを毎年来日してきているベルコーチが話してましたね。第3位、今回はオリンピックのご褒美で連れてきたんだってことを言ってました。そうですか。結局ジナゴジャン選手は 9.875、 優勝したのは先ほどの見事な演技が光りましたクイ・エンエン選手ということになっています。受賞者をご紹介します。